こんにちは、動画ファンの成田です。今回は YouTube で使える便利な裏技をご案内します。 YouTube で動画をご覧になっている方大勢いらっしゃると思うんですけれども、再生リストというのが作れますよね。再生リストを使うと、複数の動画をリピート再生したりランダム再生したりして好きなように再生させることができるんですけれども、今回の裏技は、一つの動画だけを、繰り返しリピート再生できるという便利な裏技となっております。それではですね、今回はこちらの動画でやってみたいと思います。この動画を繰り返し再生してみたいと思います。で、やり方はとっても簡単です。この動画の URL、上の方にこういうアドレスですね、URL が載っていると思うんですけれども、ここの www.youtube.com、この YouTube の E とこのドットの間ですね、YouTube の後ろ、今カーソル点滅しているかと思います。ここにリピートと入力してあげれば OK です。で、簡単なのはこちらの方にリピートと書いてありますので、ここの部分をコピーして右クリックしてコピーとやっていただいて、で、ここの YouTube の後ろですね、ドットの前、ここに右クリックして貼り付けとやっていただくと失敗がなくてよろしいかと思います。もちろん REPEAT と手入力していただいても問題ありません。このように YouTube の後ろにリピートと入れていただいたら、あとはキーボードの Enter を押してください。そうすると、こんな風に画面切り替わりまして、こちらのページで動画の再生が始まります。で、もうこのまんま、ここに今ゼロリピートと書いてあるんですけれども、例えばじゃあこれちょっと最後の方まで進ませて、最後まで行くとまた自動的に頭から再生して、ここが1リピートというふうになりました。このように一つの動画だけを繰り返し再生したいときにはこちらの方が非常に便利だと思います。ちなみにここの右上にスイッチがありまして、ここに今1でぐるっと矢印が書いてあるんですけれども、ここを1回クリックすると1という数字が消えました。で、この下の方に行っていただくと、ここに今一つしかないんですけれども、こちらを使って繰り返しリピート再生をした動画がこちらに保存されておりますので、すべての動画を繰り返し、複数ある場合はすべての動画を繰り返し見たいときは、ここをこんな風な1という数字のない矢印にしていただくと、全部のリピート再生ができます。ここで三角をクリックすると再生が始まって、こちらをクリックすると一時停止になります。また複数動画があるときはこちらをクリックすると一つ前の動画に戻ります。こちらをクリックすると一つ先の動画に進むことができます。こんな風に、プレイヤーとして使うこともできる非常に便利なサイトとなっております。使い方はとても簡単です。一つの動画だけを繰り返し再生したいときはぜひお試しになってみてください。それでは以上となります。最後までありがとうございました。